はい、タケチャンネルです。今回もですね、タミヤのスバルインプレッサ WRC モンテカルロ2005年仕様ですね。こちらの製作の続きをやっていこうと思います。で、まあ前回の動画で、デカルハリまでやったので、そっから、まあ、1日乾燥させてあげて、今乾燥しきった後で一回水洗いしました。デカールのね、貼り付けの時に使ったデカールのりとかマークセッターとかあそこら辺の薬剤を、きれいに洗い流したっていう感じですね。結構ね、洗わない人多いんですけど、洗うとまあデカール剥がれそうやから怖いからっていうので洗わない人多いんですけど、洗ってもらうとね分かるんですけど、水つけるとね結構あれニュルニュルするんですよ。特にタミヤのデカールのりは結構ニュルニュルするんで、やっぱクリア拭くのにあまりよろしくはない。タミヤのデカールのりはもう完全にクリアに影響出るんで、必ず洗ってあげる必要があります。必要がありますが洗ってあげた方がいいです。はい、というわけで、こっから、クリアの塗装をやっていこうと思います。じゃあ早速クリアを拭いていきます。で、使うのはねいつもと一緒の、EX クリアを使って拭いていきます。で、まあ、デカールの上から拭くんで、初っ端からいきなりドバッと拭いちゃうとデカールがくしゃくしゃになっちゃいますので、最初はね、砂拭きからやっていきます。そうそう、昨日のね動画のコメントでね1個あったんですけど、僕がよく言うふわっと拭くっていうやつがよくわからんっていうコメントがあったんですけど、僕が言うふわっとっていうのは、要は今みたいにこうエアブラシ離し気味にしてこうふわっとかけてあげること、またふわっとって言ってますけど、かけてあげることを言ってます。要はまあ砂拭きみたいな感じで拭いてあげるっていうことを僕は基本的に指してます。なんで、まあ、今みたいな感じでねこう柔らかくこう拭いてあげると、表面にこうつくまでの間に溶剤が揮発して表面にふわっとこうかかるっていうまたふわっとって言ってるな、でもふわっととしか言いようがないんですよね。なんで、まあ、こういう感じで、まあ、今こんなツヤなくなりましたけど、こういう風に拭いていくっていう感じ。だからこの後メタリック塗装の時の話もそうですし、その前にやったプレミアムミラークロームの話もそうなんですよね。同じようにこうちょっとエアブラシを透明にしてあげてふわっとこうやって拭いてあげるっていうのを僕はふわっとと言ってます。でこれでね伝わってくれるといいんですけどね、この辺のこう感覚的な部分、感覚的な話にもなってきちゃうんでね、なかなかお伝えしにくかったりもするんですけど、こんな感じで、こんな感じでふわっと拭いてあげると、このデカールの上に乗るまでに溶剤がねほとんど
揮発してくれて、表面につく頃にはもうほぼほぼ乾いてるっていう状態だから、もう極端な話、今拭いたところをこうやって指で触るのも全然平気なんですよっていうぐらいの拭き方をしてあげると、こうデカールがね、溶剤で溶けることなく、こう上にクリアを乗せていけるっていう感じになります。ただこれをね、延々ずっと繰り返しててもいつまでたってもツヤが出ないので、こう全体にね、こうしっかり今のこうふわっと乗せたクリアがこう行き渡ったなと思ったら、次その上にしっかりクリアを乗せていってあげるっていう風にしないと、いつまでたってもツヤが出てこないので、次はそのツヤを出すためのクリアをこう拭いていこうと思います。はい、じゃあいきます。もう次のはちょっとブラシを少し近づけてあげて、こんな感じ、こんな感じですね。こんな感じで全体にこうしっかりとクリアを乗せてあげる。これでね、ちょっとしばらく乾燥させてあげて、でこのままだとデカールの段差がねかなり残ってる状態になるので、これを一回しっかりと乾燥させてあげてから、一回中研ぎを入れようと思います。今回は中研ぎを入れてあげて、その上からもう一回最終のクリアを拭くっていう感じ、SF70H の時にあったのと同じような手順ですね。でやっていこうと思うので一旦乾燥させます。そしたらですね、クリアが乾いたんで、このデカールのね、この段差、デカールの段差を消していくっていうか、鳴らしていきたいと思います。ちょっとね、全部完全に真っ平らにする必要はないと思うし、そこまでね、クリア熱く拭いてないんで、そこまではしなくていいと思うんですけど、この段差をね、少し鳴らしてあげるっていう感じでやっていこうと思います。で使うのは、ミスター研ぎ出しシートの2000番、別にタイスペーパーとかでもいいと思うんですけど、2000番ぐらいで十分だと思います。
でまあそんなにがっつりやるわけじゃないんで、今回はバケツは用意せずに、もうこんな感じでちょんちょん水つけながらやるっていう感じでやっていこうと思います。でも研ぎ出しシートあんま削れないんだよなこれ。どうだろう、まあちょっとやってみて、あかんかったら番手をちょっと変えましょうか。これ2000番って書いてある割にね、あんま削れないんですよこの研ぎ出しシート。その代わり深い傷もつきにくいので、普通の耐水ペーパーと比べると、だからまあこういうのをするのにはいいんじゃないかなと思ってこれでやってます。でも特にこのデカールのね、段差があるところ、デカールの際のところをちょっと狙ってこうペーパーを当てていくっていう感じです。ただあんまりやりすぎちゃうとデカールが削れちゃったりっていう可能性もありますし、やっぱりエッジの部分、角の部分のちょっとそうまでねこう削ってしまうと、特に今回メタリックなんでね、やり直しが効かないので厄介なことになっちゃいますんで、ちょっと慎重にねやっていきます。で、まあ、さっき段差を完全に消す必要はないって言ったんですけど、要はその中に書いた方が分かりやすいかな、これでいいか。要はね、今水の中落とした。要は今ボディに対して、これボディね、ボディに対してこうデカールを貼ってるわけですよね。こうデカールが貼ってあって、見えますかね、こうデカールが貼ってあって、今その上にこういう形でクリアが乗ってるんですよね。極端な話ですけど、こんな角張ってはないですけど、こういう形でデカールが今乗ってるんで、まあ、ここのね、この段差をこの先消してあげたいんですけど、ここをねまだそんなに分厚く塗ってないので、完全にフラットにしようと思うとデカールがねかなりギリギリになっちゃうんですよね。なんで今やる段階ではこういう状態、こんな感じの、要はねこう完全に消えてなくてもいいから、このポコンっていうのが、なくなるぐらい、だから今もので言うとこうね、今このデカールの段差のところ、これこうペーパー当たってないじゃないですか、光ってるところペーパーが当たってないところなんですけど、これが今言うたらこのここの部分になるんですよね。ここの角のこれになるので、ここを鳴らしてあげて、この段差をなだらかにしてあげれば、この上から次に吹くクリアでほぼほぼ分かんなくなってくれるので、そんな感じでやってあげますっていうのがね、一番リスクが少ない、極力こう、特にこんなレーシングカーの場合デカールだらけなんで、デカールを削ってしまうっていうリスクで、デカール削っちゃうともう全部やり直しになっちゃうんで、それをなんとかこう防ぐっていう方法を考えていかないと、ダメなので、僕はそういうイメージでやってます。だからね、極力このデカールの際のところを重点的にペーパーを当てるっていう感じで、2000番ぐらいのペーパーの目だったら、ペーパーの後だったら、この後クリアを吹けば消えてくれるので、それほど気にする必要はないと思いますので、どこで出てきた、この中研ぎとか研ぎ出しの時のペーパーがきは、やりすぎないことが一
一番重要なので、で結構なんかあのほらデカールの段差があるともう論外やみたいなことを言う人結構いるんですけど、あの正直言うと実際のレーシングカーはもうデカールのとこってあれ要はステッカーなんでね、ステッカーなんで、ステッカーというかカッティングシートなんで、実際のレーシングカーもね段差あるんですよ。なんで別に段差あるのがあの不自然なわけではないので、そこまでねこう目くじら立てて気をつけなあかんっていうほどのもんでもないと僕は思います。まあ、これは人それぞれの考え方ですけどね。逆に全くあのデカールの段差がない方が不自然だって言ってデカールの段差を若干残しはる人とかもいてはるぐらいなんで、うん、あのその辺はね本当個人の考え方の違いやと思いますし、あの自由だと思います。だから僕も一応こうやってデカールの段差消すためにこう中研ぎとかするんですけど、実際言うとねそこまで深くはこだわってない。まあ、正直これぐらいでいいかなって感じ。さっきよりはこの縁のこの光ってるところの幅が減ったと思うんですよ。別に全然これぐらいでもいいんじゃないかなって感じです、僕的には。なんで、こういう感じでね、ボディ全体を全体をペーパーを当てていこうと思います。とにかくね下地を出さないことが一番大事なんで、それを下地が出さないことっていうかこのメタリック層まで到達しないことっていうのが一番大事なので、それを気をつけてやっていきます。はい、じゃあね、ペーパー全部当てたんで、もう一回クリアを拭いていきます。まあまあもうほんとさっき言った通り、まあそこまで極端に、全ての段差を落とすっていうレベルまではやってないです。はい、ただまあ段差ができてる部分はね全部鳴らしてあるので、まあこれでやってあげれば、ほぼほぼこの次のクリアをテロンと拭いてあげれば段差はほぼほぼ分かんなくなるぐらいまではなると思います。はい、というわけでやっていきましょう。はい、じゃあまあいつものように、最初はねとりあえずパラ拭きから砂拭きから始めます。で先水をね使ってペーパーをヤスリを当てたんで、その後ね水切りあのボディについてる水分を本当にねきっちり落としきるっていうのを気をつけてください。この塗料とか溶剤って水と触れると白くねなんか乳化するというか白くなっちゃうんですよ。なんでこのモールドの隙間だったりとかこういうバンパーの入り組んだところだったりとかそういうところに水分が残ってたりとかするとそこからね白くなっちゃったりっていうのがありますんで、この水分をしっかり取るっていうのは本当に気をつけてやってみてください。僕もね、それで一回やらかしたことあるんで、もうそうなっちゃうとね、もう、剥がすしかなくなっちゃいますんで、もうやり直し効かないので、これはね、気をつけてあげてください。人によってこれもったいないってこのクリアの拭き方もったいないっていう人もいるかもしれないんですけど、やっぱねこれをやってるとこの後のクリアがね垂れにくいんですよ、あの僕の 体感上ですけどね。なんでクリアを垂らしたくないんで僕は結構念入りにこの砂拭きはやるようにしてます。
まあ、僕が勝手にそう思い込んでるだけかもしれないですけど、うん、元の中ではね、これがね、結構大事。あの色塗る時もそうだし、クリア拭く時もそうなんですけど、もうね、結構念入りに砂抜きして、もう全体が本当にね、しっとりなるまで結構僕はやっちゃう。0.5 でやってるんでね、結構な勢いで塗料が減っていくんですけど、綺麗に塗れる方がね、嬉しいんでそんな感じでやってます。で、まあね、僕がトロのシンナー使ってるんでね、まあ、こんな感じの拭き方だったらもう拭いた直後からもう触れるんですよ。なんで、今のこの工程でついたホコリはね、その都度ちゃんとこう払っていきながらやっていきます。この上からホコリ拭いちゃうとね、あのクリアの中に入っちゃってもう取れなくなっちゃいますんでね、バシバシと。まあ、水使った後のボディってね、ちょっとホコリつきにくいっていうのはあったりはするんですけど、それでもやっぱり、防塵ルームみたいなの作らん限りね、ホコリはシャットアウトはできないので、まあ、塗装グッズとか使ってるとね、多少マシにはなるんですけどね、あの完全シャットアウトっていうのはやっぱりできないので、この辺はやっぱちょっと気をつけながらやっていく感じで、今これ、まあ、砂拭きの状態なんですけど、この状態でもね、もう結構このデカールの段差が目立ちにくくなってるんですよね。こんな感じで、まあ、ちょっと分かりにくいけどなってるんで、次ね、ここから、ツヤを出すためのクリアを拭いていきます。よいしょ。このね、この最後のクリア拭きがこのプラモデル製作のね、最後の集大成ですからね。下処理とかそんなんとかが最後報われる瞬間です。まあ、下処理しっかりやってればね、クリアはそこそこに拭いてあげればちゃんと綺麗になってくれるんで、ちゃんとやってたかどうかっていうのがはっきり出るのがこの最後のクリア工程ってことですよね。
こんな感じ。テロテロになりましたね。こんな感じね。OK。最近ね、若干ね、ちょっとクリア吹くのが苦手になってきた気がするんですけど、まあ一応こんな感じで吹きました。はい。そしたらね、あとはしっかり乾燥させてあげて、まあ表面のその塗装の感じ次第では、まあちょっと研ぎ出しをするかどうかっていう感じですね。こんな感じになってます。というわけで、まあ、今回の、クリア塗装に関してはこれで終了という形にしようかなと思います。はい。そしたらね、まあ、引き続きまた次窓枠やったりとかあれこれまだやることちょっと残ってるので、その辺はまた次回の動画でご紹介していきますので、また続きを見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけますと最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。